はい、速稼塾の久保です。この億万長者シリーズもね、あと8500話ですか。まだまだ続きますね。1万話が終わっても2万話3万話と死ぬまで続けようかと思いますけども、皆さんついてくる方はいかがですかね。ついてこれないですかね。はい、で私はですね、40歳からネットビジネスを始めて、まあいわゆる後発ではあったんですよ。その当時でもね、2013年なんで、だいたい先発組って2009年とか10年で始めてるんですよね。で2011年ぐらいに、まあネオヒルズみたいなのが大ブレイクして、その影響を受けて、始めずに2013年ぐらいに周回遅れで私はね本当に始めました。当時40歳でした。もう40歳からね、当時麻雀屋の親父がパソコンやるとかね、それで稼ぐなんてのはね、本当に驚天動地のことでした。ただね、自己アフィリエイトってものを私は目にして、これで1億いくなと、その瞬間、やった瞬間思ったんですね。それからというものを、同じ道の前を一直線に進んできて今に至ります。当然ですけども、1億円も稼ぎましたし、借金もね、40までで累積した借金は3000、後で測ったらまあ400万、500万ぐらいあったんですけども、それも完済して、3年後に完済してですね、でプラス税金もがっぽり払って、で残ったお金で家を買ってみたいな感じで、空っぽになった状態で私は今ここにいる47歳ということでございます。それからですね、隠居暮らしを始めて2016年、隠居暮らしで、だから3年4年ぐらいでこの家に落ち着いて、そして今それからさらに3年経ってね、2020年ここにいるわけなんですけども、現在47歳で、子供がね生まれることになりました。これはできるなと思って確信した部分と、それ以上にできたものがあります。今日はそれをちょっとお話しましょう。まあ、これはできるなと思ったのは、まあ、永遠に稼ぎ続けることができるなと思ったんですよ。そして一人でね、それができるなとも思いました。でその時に私がすぐにね思いついた言葉が、ビジネスが私を自由にしてくれたっていう言葉なんですよ。ビジネスがね私を自由にしてくれました。どうすれば自分の人生は自由になるのかなとずっとね考えていましたけども、それは自由になるために、北斗の拳みたいに あらゆる敵をねぶん殴って殴り倒すことではなくって、頭を良くしてね、で、まあ、いろんな人を支配することでもなくって、そうだ、ビジネスがマスターできれば、とりあえずこの資本主義の社会でお金で切り開ける道ってのは結構多いなと思ったんですよね。まあ、ですんで、そのお金で切り開く、いわゆるお金を道具としてですね、その道具を手に入れるためのアイテムとしてビジネスってものが1個あればいいんだなと思って、ここまで来たわけなんですよ。さあ、そしてですね、私がね思いもかけなかったことっていうのがあります。ここまでお話したのは、まあ、そうなるだろうなと思ったことなんですよ。それ以上のことってのは何かっていうと、やっぱりね、自信に似たような感情がつきましたね。で稼いでる人にも物おじしなくなりましたし、たとえお金がなくてもどうってことないってことに気がつきましたね。まあ、お金があろうがなかろうが、自分ってものはいなくならないんですよ。で前回にも続きますけども、人は去っていっても自分は去っていかないんですよね、生きてる限り。ということは、私には私という最強の相棒がいて、それだけでもう十分なんだなと思いましたよね。どんなに、傷ついた時でも同じところを痛めてくれてね、そして喜んだ時は同じように喜んでくれると。で成果報酬も一緒にね分かち合っていけるというね、まあ自分自身なんで当たり前ですね。こういうふうに自分を擬人化して、もう一人の自分みたいなのね、そんなことを考えるのがちょっともう頭がいっちゃってるかもしれませんけど、でもこの考えのおかげで私はやってこれたんですよね。どんなに苦しい時でも私が励ましてくれるんですよね。どんなに寂しい時でも私が癒してくれるわけなんですよ。ということで、私はね一人ぼっちで何でも OK になったということでございます。まあその孤独が最強ってことはもう速稼塾で何度もお話してるんですけども、本当そうだなと。人ってね、やっぱり寂しがり屋なんですよね。で自信がない時って誰かに頼っちゃうんですよ。うん、そう思った時に誰かを頼りにして依存して、そしてね、作った人間関係に忖度しちゃうんですよね。でその人が気になって素直な発信ができなかったり、素直に動けなかったりするわけですよ。例えば自分が私がね独立しましょうとかね、独立起業して一人で暮らしましょうっていうことを、まあ、今みたいに言うとするじゃないですか。でも私の友達に経営者さんとか社員を抱えてる会社の社長さんとかいたら、その人に忖度して私多分言えないんですよ。だから人間関係をたくさん切ることによって、今完全に私一人になることですごく自由にね物が言えるんですよね。で例えばこういうこともあります。女の人は男の収入が目当てなんだろうっていうふうな発信を私がするとしますよね。するとしたら、私の奥さんも
どうなのかなってことを感じちゃうんですよ。ですから私はね、心から思いますけども、女性のおかげで男性はエネルギーがもらえる、女性に感謝だなと思うんですよ。自分の資産を狙いに来てる、自分のチャンスを狙いに来た女性がいるんだなんてこと全然思わなくてね、だからそこはね、全然忖度しなくて済むところだなと思ったんですよ。まあ素直に本当、女性の笑顔が見たいからやってるところがありますからね、私はね。特に奥さんの喜ぶ顔を見たいからあれこれやってるところがありますから、そういう意味では私はね、全てを正直に今生きていけるかなと思いますし、それが今こういう情勢になってね、ステイホームなんていう言葉がありますよね。家にいましょうとか、で出かけたらダメですよとかね、3密になっちゃいますよとかね。でも今ね、考えてほしいんですけども、今そういう風なね、周りの人を気にして、世間的な風潮を気にしてステイホームするじゃないですか。これ多くの人が今ステイホームをすると、多分収入なくなって健康状態悪くして、精神状態も悪くしてね、本当に人生終わると思うんですよ。で3年後か5年後か分かりませんけども、今のようなね、状況が終わった時にステイホームを真面目にやった人がどうなるかってことを考えるとですね、いや本当に恐ろしいなと。誰も見向きもしてくれないし、誰も助けてくれないんですよ。ステイホームを守ったよねと。で、体壊して精神的にちょっとおかしくなって、人間関係なくなって、でお金もなくなっちゃったと。でステイホームが明けた時にもう、そのステイホーム、ホームすらなくなっちゃったみたいなね。でも世間の人は、ああ寂しい、残念ね、終わりみたいな感じですよね。誰も助けてくれないです。だからといって私はね、ステイホームを破って外に出るとは言いません。で私がね、ステイホームクソくらいって動画を何本か上げてるんですけども、なんか見てないですけども、結構なコメントもついてるみたいなんですよ。で私はね、なんでこのステイホームクソくらいって言えるかっていうと、忖度しないんですよね、誰にもね。本当に自分が感じた通りにやってるんですよ。でステイホームクソくらいって言っても、私が一番ステイホームをしてますからね妙な話ですけども、で家の中で YouTube 撮る以外のことは本当魅力を感じないというかね、なんかその一生懸命無理にね、どっかに働きに行ってお金を稼ぐ、それもすごく大事だし、そういう役割の人もいると思います。インフラのこととかね、物流の方とか食品小売の方とか、たくさん医療関係の方とか介護関係の方、本当にね、出かけないとできない仕事もあると思うんですよ。でも私はそういうのに全然縁がなくて向かなくて、そういう世界から排除されてきた方なんですよね。どっちかといえばスーパーの従業員もろくに勤まらずに7年ぐらいで辞めてしまいましたしね。他の仕事も全然ダメでした。飲食店も潰しました。だから出勤する仕事は私には向いてなかったんですよね。でもそういう時に今在宅の仕事がこうやってできてね、でしかも自分のストレスを感じることもなく動画をいっぱい作れることができて、しかもそれが無料でできると。でプラスそこに自分なりの収益が発生して、ありがとうって言われることも増えてきたということでね、今ここまでやってきた時に、自分の人生は自分で生きるべきだなというふうに本当に思うんですよ。もちろんね、ものすごく人に迷惑をかけるんだったら私もちょっと考えますし、わざわざ人が迷惑を被るようなことをね、しろとは言いませんけども、ただね、一度しかない人生で本当にそれでいいのかってことを問いかけて言ったらどうかなと思うんですよ。まあステイホームってのは一つのね、象徴的な言葉だったんですけども、例えば稼げない今のままでいいのかとかね、不満を感じたり将来に不安を感じて今のままでいいのかってことですよ。これ全てをね、解決する方法があるんですよ。それはビジネスをやることなんですよ。ビジネスをやることによって、それを成功させればお金が手に入ります。あなたの必要な時お金が手に入ります。そうするとどうでしょうか。いろんな問題ってお金と交換できるんじゃないかなと思うんですよ。お金で解決ってものがずっと変えると思うんですよ。でお金で解決できないことって、それ以外で何か解決方法があるかって言ったら多分ないんですよね。正確に言ったらあるかもしれませんけども、お金でダメな人がね、その他の方法で何とかしようと思ったらもっと難しいということなんですよ。まあ、ですので私はね、金の亡者でも何でもないんですけども、ただシンプルに考え方としては、お金がなくて困ってる人がお金をね、求めずしてどうするってことなんですよ。お金がなくて困ってるんでしょ。お金がなくて困ってるんだったらお金を得ていかないといけないんですよ。お客さん来たんで